いや、この映画祭がすごいと思いましたね。ちっとも権威の匂いがしないよ。むしろ権威を嫌がってるね。ラムショーというのは、ね、犯すと権威になって、僕たちらの世代でいうと権威の極みが戦争になると。だから権威権力というのが一番嫌いな世代なんですよ。このような素晴らしい賞を取った映画に携わることができて本当に光栄ですし、こうやって監督の隣にここに立つことがもう本当に夢のようで、ちょっと 家に帰ってもう一回この嬉しさをかみしめようと思います。そうですね、最初に痩せなさいという演技指導をいただき、やってやろうという気持ちで8キロダイエットをして、撮影終わりまで、美味しいご飯を我慢してました。この映画は大きな資本がバックにあるというわけでもなく、本当にパラチに生きている皆さんがお金を出して、そしてここにつながっているんですね。なのでその映画がこういう名誉ある賞をいただけるっていう、その事実がもう歴史的なことだなって思うんですね。なんかそういう映画にも目を向けてくださる、こういう映画祭があるということは私たちにとって本当に励みになりますし、これからもますます監督には撮っていただいて、またここに連れてきていただきたいなって思います。